はい、ではやっていきましょう。初期、159ということで、パワーがやや低めですね。全体的なバランスはまあいいのかな。まずはこの辺を取って、体力減少。まず上をね、ナイス。選手にあって、基本能力、OK。低いところをしっかりと上げていく。それが、バランス取れた選手作るコツ。よっしゃ OK、 これはありがたい。よっしゃ無地青、それですよ、それですよ、本当に。でまた戻ってきたところにそこ踏むから、いやーこれ上引く必要ないな、バランス考えると。はい、第1ステージ終了。ミートとパワーがあったら上行ったけどね。はい、第2ステージ。まずはぐるっと回ろう。ほい、ナイス回復。さてここも取って、守備、おっと守備がガツガツ上がってるね。総力回復でどうだ岡田さん。ミートノリ、よしよしよし、回復。これは突っ切ってゴール。パワーが足んないね。はい、第3ステージ。回復おにぎりが位置が悪いか。ほい、超回復 OK。 理想はパワーを引くこと。総力か、まあ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 、一気にカエルマスがあればいいんだけどね。カエルマスないし、回復おにぎりがここロックされてるんで、わお、これは回る。源田たまらん走塁し、おっと絶好調から一気に落とされたな。オッケー、情緒不安定すぎないこいつ。さあ回復おにぎりの位置、オッケー。弾道上げるか、あ待って、パワー上げて、で弾道上げて、またノリ。ご機嫌だね。これで補給この辺ぐらいか、捨て3で。これは素晴らしいぞ。はい、ということで第3ステージ終了。第4ステージ、これは回復いきたいな。よしよしよし。さてどこに来るは6個あるから一回こっち逃げよう。シャッフル、おっとパワーとミートが入れ替わったか。はてな、無地顔いいね、いい引き。肩狂犬病じゃねえか。宝箱行きたいんだけどな。ロックオン回避、これは来ないから大丈夫。狂犬病の始まりや。総力、よし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 。総力、うえい、足ガツガツマンになってる。123456778、ギリギリか。危ねえ、ロックオンが怖いって。はい、ということで第4ステージ終了。ミート上げていきたいね。さあラスト、宝箱は近い、回復も近い。いい位置、いい位置。あー、選手が来なかったのが痛いか。回復量が少ない。選手じゃなくてやつが降ってくる。ロックオンないっていうよりかは、カレンこっからしか動けないから、このルートに入んなければロックオンされないって思うと、これ早めにゲットしに行った方がいい気がする。野球マンが出てきて、パワーか。さよならされんのがね。いやータイミング合わなかったか。わあ、オッケー。野球マンまだ来てないよね。うわあ、総力もダメじゃん。これパワーいけっかな。いやーパワーとミートどっちいく？いやー、バランス考えたらミートか。回復来い。いやー、回復ヒーリングが動けばだったね。はい、ということでこれは走れるぞ、いい選手だ。ということで名前設定していきたいと思います。はい、名前設定してきました。名前コニー523ということで、3はどっかに消えてしまった。名前はコニーです。総力 S、 カンストですね。パワーゴリラ、そして弾道が4ということで、で相変わらずの狂犬病ですね。いやー、特能が入らなかった。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチー。